佐藤澄香です。ご視聴いただきありがとうございます。今回のお話は足のむくみ解消法です。あなたは最近足がむくみやすくて辛いなということはありませんか？最近私の整体サロンにお越しのクライアントの皆様も、もう先生足がむくんで夕方台所に立つのがもう辛くてたまりませんというお声をよくいただいています。実はこのむくみは血液中の水分が血管から染み出してたまることで起こっているんです。水分調整は実は腸内環境がとても影響しています。なのでこのむくみを解消するには、まず腸内環境を良くしてあげることが最優先なんですね。例えば食事です。食事はカリウムを多く含むバナナですとか、あと豆や芋類を積極的に取り入れてみてください。ただバナナはですね、お体を冷やしてしまいますので食べ過ぎには気をつけてください。また血行不良もむくみの原因です。例えばデスクワークで一日中座りっぱなしのような方、同じ姿勢が続く方は特に要注意です。そんな時はできればですね、20分おきに立ち上がったり手足を伸ばしてみたり、とにかく違う動きです。違う動きをして血液の流れを良くしていただくといいですよ。また夜ですね、入浴時にご自分で足首をゆっくり大きく回してみたり、あとふくらはぎです。このふくらはぎを下から上にゆっくりと撫でてあげる、マッサージしてあげるなど、巡りを良くするとむくみも解消して、そしてよく眠れるようにもなります。私もできることをコツコツと楽しみながら続けています。あなたもご自分のペースでぜひ楽しみながらチャレンジしてみてください。それではご視聴いただきありがとうございました。このお話が役に立ったと思っていただけましたら、ぜひ高評価ボタンとチャンネル登録もよろしくお願いいたします。